はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、ご主人のご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、行ってきましたよ昨日ね。病院にね、歯医者にね行ってきましたよ昨日はね。その予約の日やったので、そのまあ普通ならね当たり前なんですけども、ちゃんとね予定の時間にね呼ばれて診察室に入ることができました。でもこれってね、その普通って今言いましたけどもね、その病院でその予定の時間からね診察してもらえるってね、非常に珍しいことなんですよねと思ってるんですけどね。まあそんな風にね、その思えるぐらいにね、その病院っていうのはですね、予約時間っていうのはですね、合ってないようなもんじゃないですか。その大きなね総合病院なんて特にですけども、その予定のね時間のね予約の時間にですね間に合ったとしてもですね、まあ、10分15分20分かぐらいはね、まあ大体待たされるのはね当たり前の世の中やったりするわけですよ。その町のお医者さんという感じのね、その地域の人たちを見てくださってる病院かってね、その今はそのネットで診察の順番とかをね、そのまあ診察券をわざわざその受付にねわーって持っていかなくて、お願いします予約ですみたいな、順番です順番取りたいんですみたいな感じで予約を持っていかずにでも、そのネットでね予約することができるわけですよ。まあでもそれでも予約ね、ネットで予約したとしても、まあ、5分10分かそれぐらいね待ちますよと。まあそんな感覚がありますので、まあ僕の中ではね待ち時間なんて当たり前の話なんですよ。まあね、でも昨日はねスムーズにね診察をしてもらえたんですよ。診察室に入って診察してもらうことができたんですよ。なんですけども、なんと昨日はね、そんなねその待ち時間がなくてスムーズに見てもらえるわとかね、ラッキーとかっていう風に思えるそのハッピーな気持ちもね一瞬でねかき消されるような、ね、診察やったんですよ。まず診察台に座ると先生がですね、早速ね、さあ今日はね昨日法を取りましょうかという掛け声からね始まったんですけども、まあ、僕はすかさずね、いやいや先生と、実はねこの前の金曜日の夜に右上のね、この右上の詰め物がね取れてしまったんですわ。なので先生、そっちをお願いしたいんですけど、いけますかね。え、右上、この前来てくれた時は右下じゃなかったですか。その時はそうなんですけども、まあ、ちなみにねそこはめっちゃ頑丈に固まってくれてるしね、なんならその時にね頑丈にしてもらうと同時にやってもらった左下もねめっちゃ頑丈なんですわ。せやからその粘液の方よりもこの右上の取れたところをね先にね詰めてほしいんです。右上っていうのもこの前やってもらった右下や左下に詰めたその硬いスライスネスねやってほしいんです。これやったらその途中でポロポロせえへんかったし取りにくいしね、このままやったらもうほんまにね締めるし、ご飯も食べられへんしって言っても流動食だからね、でも締めるんですよ。だからねもう人苦労なんですよ、ご飯食べるにしても。とね言ってやりましたよ。右下や左下のねと同じ材質でやってくれとね、きっちり伝えることができました。そしたら先生がね、そのまあ状態が違うから、その右下や左下とのね状態がね全く違うから、全く同じの材質は無理なんですけども、まあ、でもそれぐらい近いものでね今後もやっておきますとね言ってきました。まあでもせやったら最初からそれぐらいの硬い材質でせえよって感じなんですけども、でもその後に先生がね、その銀歯の土台に、この右下の銀歯の土台にはね、その土台そのものにかぶせれることができるんですけども、もうその右上の奥歯っていうのは奥歯と親知らずのこの両側に虫歯ができてて、そこの両側を削ってるので、まあ、その銀歯の土台のように上に乗せれるようにカバーして固めるということができないんですよと言われましてね。その右上のねその奥歯とその奥の親知らずのね、つまり両側がねその虫歯になってて削ってる状態なんですよ。ということはですよ、両側の奥の両側のねその奥歯と親知らずの距離がちょっと離れ離れになってしまってるんですよね。削れてる分、近かったのが離れてしまってるわけですよ。
だからそこのね空いてるところをね埋めるので、しかもねこの下から上に接着するように埋めないといけないので結構大変らしいんですよね。でもね、まあ、それなりに硬いやつをね詰めてくれたらしいので、まあ次のね通院まで取れないことをね期待しておきます。でほんでね、そのね詰め物を詰める前にね、そのまあ先日取れてしまったその銀歯のまあね、あるじゃないですか、右下の銀歯で、その右下の銀歯の、両サイドにもこう結構ね削れてねギザギザになってて、もう穴が開いてるところがあるので、でそこをもうひょっとしたら虫歯になってんちゃうのっていう風に伝えたんですよ。それを言うと先生がね、あーほんまですね、虫歯になってますわとね、こうボソボソっとこう言って、で今度はねなんかね、あのまあ下から見てたんですけども、あのこうやってっていう風にこうキョロ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 周りをこう見渡し始めたんですよ。でそしたら、まあ、そこにいたね別の先生に呼び止めて、あ、まるまる先生ちょっと見てもらってますか、でここがねああでこうでねこうなってそうなっててっていうような感じでね、その僕の口の中をねこう上から二人してですよ、覗き込みながらねこう長々説明してやってたんですよ。まあまあ長かったかな、結構長い間、まあ、3分4分ぐらいずっとあーって口開けとったんで、結構長い間二人話し込んでたんですよ。でその話し込みながらね、そのよう聞いてたらね、僕の虫歯の増え具合と進行状況をねシェアしてたんですよね、シェアし始めてたわけなんですよ。そしてどうやらね、その、まあ、今の担当の先生にしてもらえるその予約の状況ってあるんですよ。でその予約の状況に対して今のそのね先生の治療のペース、予約枠で僕が入って来れるペースではね、あのなんか追いつかないらしいんですって。なぜか僕のその虫歯の増え方といいますか進行具合が早くて、治療してても、まあ、他のところに虫歯が進んでいってて、でそこを治療しててもこの前に治療してたところがまた再発してきて、まあね、今日みたいに、まあ、今回みたいにその、ね、何回もあることなんですけども、その詰め物が取れるということが起こり出してたりして、でそこをやり直したと思ったら、さらにまた別のところの歯が虫歯になってきたという感じで、なんか間に合わないらしいんですよ。先生も間に合わへんって言うから、何が間に合わへんのかなと思ったら、そのペースが早すぎて、僕の虫歯になるペースが早すぎて、先生の今のこの治療のペースだったら治療が間に合えへんということなんですね。なので、ピンチヒッターの先生の数を増やして、なんならピンチヒッターの先生の予約の枠に僕を入れてもらえるようにお願いし出してたんですわ。まあ僕はそれでもね別にね構わないんで、まあね虫歯さえなんとかなってくれさえすればねいいんでね、その他の先生にね情報をねシェアしてくれて、で誰でも僕をいつでも担当してくれる状態が整ってくれれば、まあねもちろんのことながら僕はすごい助かりますからね。まあでもね、わがままを言えばですよ、その一度ね以前にこう一度だけ見てもらってたことがあるあの先生のことをね覚えてらっしゃいますでしょうかね、皆さんね。あの長い白衣を身にまとってね、あのかかとにラメの入った装飾がされたそのアディダスのスーパースターを履いたね、ちょっと明るめのそのオレンジ系のヘアカラーでね、あのポニーテールをされたあの美人歯科医さんの話をね一度だけしたことあるんですけどもね、覚えてらっしゃいますでしょうかね。あの先生がね昨日たまたまいてはって、それもね後ろ姿だけチラッとしかあの一瞬しかねお目にかかれなかったんですけども、何やねこの言い方、お目にかからなかったってね、まあ一瞬しかねそのお目にかかることができなかったんですけども、あの後ろ姿のポニーテールっていうのはねあれから15センチ以上ね伸びてましたね。まあ、そのあれからというのはですね、その初めてたまたま診察してもらった時っていうのは、ね半年前なので、まあ、そこからヘアカラーしかしてなくてカットをされてないという、そのなんかポニーテールをゴムでくぐってるそのねあの毛量ってあるじゃないですか、くぐってる時にこの分厚さっていうんですか、それを見るとまあねあの結構な量やったのでカットはしてないんかなと思うんです。でねそのまあ15センチ以上はねそこからしっかりと伸びてるとなるとね、まあ半年間、まあ、7ヶ月、まあ、6、7ヶ月ぐらいでしょ。だからまあ女性っていうのは一月に 1.5 から2センチはね伸びるんですよ、そのホルモンの関係でね。まあ、ちなみに男は
0.9 から 1.5 センチ伸びるよっていう具合なんですよ。それもまあホルモンの関係なんですけども、なのでその15センチ以上は伸びてるなっていう風な感じに、その美容師的に推測しました。まあね、その一瞬しか見えへんかったっすけども、それだけね推測をしてしまったのはね、もう職業病ですよね。でもまあね、その僕はその歯医者にね、職業病を治しに行ってるんじゃなくて、虫歯のを治しに行ってるのでね、まあ、とりあえず先生たちにその頑張ってもらって、その虫歯を治してもらいましょうという感じなんです。まあ、僕の情報をね、シェアしてくれたらね、もしね、また詰めるのがね、取れたとしてもね、まあ、他の先生がですよ、ピンチヒッターとなってね、詰めてくれれますのでね、まあ、その分ね、まあ、僕も病院にね、足を運ばなあかんっていうことになるんで、まあ、負担にはなりますけども、まあ、取れるもんはしゃあないんでね。でもまあ、ほんまにね、いい加減ね、取れへんようにしてほしいもんですわ、ほんまに。とまあ、そんな感じでね、その右上の詰め物をね、しっかりしたね、材質ね、詰めてもらうことができました。というお話でございました。ね、まあ、いろんな先生がね、シェアしてね、早く僕の虫歯を治してほしいもんです。まあ、そんな感じで、今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。